反プーチンの急先鋒は毒をもられたと訴えていますそんなスパイ映画もどきの企みが現実の世界でも横行しているのか 反政府デモに対する厳しい取り締まりが続くロシアこうしたデモを呼びかけたとして先週逮捕されていた反プーチンの急先鋒野党指導者のナワリヌイ氏重度のアレルギー症状で病院に搬送された写真では分かりにくいが両方のまぶたがピンポン玉のように腫れ上がり 首や背中、両肘にはいくつもの海の塊ができたというそして、収穫中に毒物にさらされた可能性があると自らの見解を公表した何らかの化学物質による中毒であることは間違いないですそれが何なのか、どこで起きたのか今は誰にも分かりません。 思い出されるのは2004年のこの出来事ウクライナの大統領選挙中新ロシアの与党候補と争っていた野党候補ユーシェンコ氏の要望が突然激変したのだ大イオ中毒何者かが食事に混入させた疑いが浮上した今回のナワリヌイ氏の件政治的な意思表明が命懸けの世界 まるで空想小説のディストピアのようだ。